今回の動画は、ロシア FSB の内部文書の内容について紹介したいと思う、の続き動画です。紹介する内部文書はロシアの FSB という組織の人物からとされている。元ネタはブラディマー・オセチキンのファセブックからの情報だ。なお、日本のメディア以外にも取り上げられているので信頼性は高そうだ。訳が変なところもあるかもしれないので、その点は勘弁してほしい。早速前回の続きだ。1904年にあった日露戦争も、日本は弱いから手っ取り早く占拠できるだろうと考えていた。ロシア国民はそのようなことがあったのも理解せずうちに敗戦になった。その後無名であったボルシェビキが主導で反戦運動が盛んになり、10月革命が起きた。10月革命とは1917年に起きた民主革命。私たちが恐れているのは、古い問題を新しい問題とすり替えるという上層部の考え方だ。2014年のドンバス危機がそれだ。クリミアでのロシアの春という話題をそらすためにドンバス危機を起こさせて、クリミア侵攻について目をそらさせたのだ。しかしここで新たな問題が発生した。トルコのエルドアン大統領にサイスストリームガスのパイプライン、4本を売り込むことを決めてシリアに入った。だが、ドンバスの問題もあり日本に縮小されシリアは困った状態になった。本国発には書いていないが、補足すると2015年にトルコがロシア戦闘機を撃墜した事件があり、なぜかロシアとトルコが仲良くなってガスのパイプラインをトルコ経由で EU まで伸ばすことになった。ウクライナ経由のパイプラインの収入が減るためウクライナ潰しとも言われてたようだ。シリア内戦も関係していたと推測される。戻ります。どの段階で誰がウクライナへの侵攻を言い出したのかわからない。非ナチ化と非武装化は、何をもって達成など明確に判断できる材料がない。今現在上層部が、ロシアへの制裁を緩和するように EU に働きかけるよう説得しているが、EU が緩和しないなら国際紛争になる可能性もある。1939年のヒトラーのように、ロシアの Z とヒトラーの卍が比較されることになる。局地的な核攻撃の可能性はありますか？軍事目的ではなく相手を威嚇するために準備をしている。ウクライナに全てを諦めさせるために。それと同時にウクライナが核開発をしているように見せかける。でも実際今のウクライナの原子力施設などから核爆弾を作ることはできないし、アメリカや IAEA を巻き込んで議論するのは馬鹿げていることだ。1週間後に何が起きるかわかりますか？90年代にあったような大打撃を受けそうだ。なびうりなロシア中央銀行の総裁は対処しようとするが、ダムの開いた穴を指で防ぐようなものだ。チェチェン共和国のカディロフ首長は自分が一番強くて無敵だというイメージを作り上げている。しかし一旦倒されたら自国民によって倒されるだろう。シリアは頑張るだろう。ウクライナとの戦争が終わったらそれなりの地位がもらえると思っているからだ。ただ、皮肉なことに、私はプーチンが全世界を破壊する赤いボタン核兵器使用を押すとは思っていない。まず、判断するのは一人ではなく、少なくとも誰かが止める。赤いボタンが一つということはないのだ。第二に、そこで全てがうまく機能しているかどうか、疑問がある。経験上、透明性と管理性が高ければ高いほど、欠点を発見しやすくなります。誰がどのようにコントロールしているのかはっきりしないのに、勇ましい報道がなされるところでは、いつも物事が間違っているのです。赤色ボタンのシステムが宣言通りに機能しているかどうか、不安です。その上、プルトニウムの総価は10年ごとに交換しなければならない。第3に、親しい代表者や大臣、連邦評議会のメンバーを近づけさせないようなプーチンが、自分自身を犠牲にするなどとは思えません。内部文書はこれで終わりだ。この内部文書以降に発生した出来事も紹介しておく。アブラモビッチ・オリガルヒとウメロフが、非公式の停戦交渉に参加した後、毒物を盛られたような症状を発症した件で、不思議とトルコが絡んでる。個人的にロシアとトルコは、シリア内戦の頃から怪しい関係になっていると推測している。それから、ナビウリナロシア中央銀行の総裁は3月24日に辞任を申し出たが、この段階で辞任なら、プーチンは裏切り者とみなすと言って辞任を拒否したようだ。そして4月12日に FSB の職員およそ150人が追放された模様。今回の内部告発の文書を見ると、合致している点が多いのがわかる。まだ実施されていないのは、限定的な核攻撃と対 EU との紛争だ。ロシアはここまでストーリーを作っているとしたら恐ろしい、第二次世界大戦になる可能性もある。以上です。よかったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。よろしくねー。